はい、どうも皆さんこんにちは。愛媛プロレスチャンネル。愛媛プロレスチャン。愛媛プロレスチャンネル。そう、世界最強を目指すチャンネル。我々地獄の軍団が。地獄の軍団。まあ、世界最強を目指す軍団は。世界最強を目指す軍団がなんと喧嘩売られちゃったと。喧嘩売られました。誰だあいつは。リバーズエコチャンネル。まあ、ポンって出てるな、ここら辺に多分。道場からもう徒歩1分ぐらい見れるな。道場勝ち込みと勝ち込みや。今日まずこの勝負はリバーゼイコさんがな提案してきた勝負や。握力なんぼや俺ら。まあだいたい400-500トンぐらい。トンかオランタン超えたな。そうや、もうカチ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 な、もう切ってもうバンバンに数やって、もうここで大差で圧倒して次の2番3番勝負ボンボンって。もう3立てや3立て。まあ、こっちはでも素手でいいでしょ。もう素手でええ、もう素手でええやん。向こうがハサミ使ってくるんだったらこっちは素手だよ。素手でいったろ、素手で。やったやったろ。かしこむか。はい。いや、すいません、土足に失礼します。ああ、失礼しますよ、失礼しますよ。すごいし、欲しいの。おっ、ヘアクラスオーカーと売ってる。おお、ほんまか、これ。え、ほんま？すごい、え、すごい。これ、見てみる。すごい。マジだ。てか何匹もいいんじゃん。なんかテンション上がるなこれ。そんなんじゃない、そんなんじゃない。俺らヘラクレスオオカブトを見に来たんじゃない。勝負や勝負。よっしゃ行ってれ。よっしゃ上や。ガツリ行ってれ。あー頼も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 ー。はい頼もー頼もー。はいどうも頼もーです。はいどうも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 、頼もうが来ましたよ、頼もうが。はい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 、頼もう頼もう頼もう、はい頼もう頼もう、はいどうも頼もうです。おい、そこにいるのは誰だ。うわー、おい、ひょっこり小川社長やないかい。世界最強を目指す我々に喧嘩を打ったからにはただで済ませるわけにはいかんすよ。ああ、骨の一本二本まあ最終そこに落ち着いたら立たない。まあいい、立たねえ。立たんでいい。立ち悪くもいい、仕方ない。これは三太郎や。三太郎は悪くはないけど早いです。言うなよ言うなよ。そして今日はね、三文勝負の1本目。そう、分かってますか、ルール。なんか動画上げてるの見た。なんかあの直近見てない。そう、見てない。ごめんな、ごめんな。あの俺の渾身の煽り動画を見てないの。見た。いや一応最大6000か7000ぐらいいってるから。ただ世界最強の前にね、そんなマウント通じませんから。まあね、まあ、丁寧にね、もう一回説明してほしいなっていうのは。なるほどね、なるほどね。おい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 、武器使うな、武器使うな。オケよ、オケよ、オケよ。これで貴様たちの息の根を止める。これでこれでだ。もっと物騒なのいっぱいあるじゃない。そういうか。今日はこのとべ焼き、とべ焼きにいい器だ。このハサミで、このハサミでこいつの首根っこをちょん切って、ちょん切って何個集めれるか勝負。なんだそんな。おいおい、ちょん切るだけか。そう、ちょん切るだけ。いやいやいや、簡単すぎてあくびが出ちゃうよ。あ、その筋肉、それが未接筋なのか実用性のある筋肉なのか、この勝負で進化が止まる。煽るね、目の前で煽るね。おしおしおし、やったろやないか。やったろやないか。いや実に簡単、ルールは実に簡単。ちょっとカメラさん、ちょっとこれますか。LANケーブルですよ、これインターネットのLANケーブル。この先っちょに、これ見えますか、金メッキが。これ金か。これ金なんですよ。すげえ金。純金の金メッキ。ええ。そうだから、これが都市鉱山の材料になるので、うん、ここの頭の先っちょをチョキンと切ります。チョキンと切って、うん、チョキンと切った後に、これだけか、こっちの一部側だけに金がついてます。こっち側は金がついてないんですね、はいはい、だからここの中心ぐらいで、ちょっと危ないぞ危ないぞ、おい、切ると。でもたったこれだけです。でこれが金がついてない方で、こっちが金がついてる方。おお、なるほどなるほど。これですね、これで1個か。そうで、これに金以外のところの異物がいっぱいついてたりしたらカウントはしません。カウントなし。カウントしません。だから適当に切っちゃダメ。なるほどなるほど。一応この金の頭の近い部分で切る、そして異物を取り除く、これがルール。これが完成体。これが完成体。これが完成体。パチン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 2回だけ切る。
チンパチン。いけるいける。あの連続で今切ってたの。パチンパチン。試しにやってみます。いや、やろう。ちょっと間違ってやられたら困るから。はいはい。ちょっともう一回。どうぞどうぞ。手袋いるのかこれ。手袋、あ、これちょっとつけますよ。いいのあるけど、あのなんか仕掛けてねえだろ。あの新品新品あの変化練習して、あ、全然あのこれで、はいはいはい、さっきみたいにチョキンチョキンって、そうこっちから見ないといかないそうね、そうそれでね、ギリギリ金を狙ってね、どうじゃないか、ね、どうした、ちょっと待って、握力なんかどうした、ちょっと待ってどうしたこれは多分ね硬いの出しました。硬いの出したこの緑のやりますか、この緑の、おい、あ、可愛いお姉さん。じゃあマジか。あ、嫁。社長の嫁。怖えな。おっしゃ。じゃ一ついいですか。一ついいですか。今こうやって下に押し付けてましたよね。自分の握力だけで勝負できないんですか。言うたな。言うた。おい、ライジング見せたれ。やだろう、うちのサンタローは非力なんだ。おい。サンタローができなかったやつ。やっちゃいますか。鉄仕込んでんの。この筋肉でね、切れないわけないから。コツもいるんじゃないの？コツも。コツ？コツはもうフィジカルだけ。この筋の線のところに。そう。合わせて。浮かしてやるんで浮かして。おーい。どうや？めちゃくちゃ柔らかい。さっき切れんだって。めちゃくちゃ柔らかい。全然切れとるやん。めちゃくちゃ柔らかいぞ。やっぱライジングセンスあるな。あの来週から基盤体いいっすか。おいダメだ、うちのエースだぞお前。試合じゃん。お社長。あ、すごい。あ、うまい。これ見てください。すごい。金の見事に金だけやってますね。よっしゃ。これサンタロが一生懸命。サンタロなんかもう断面が汚ねえわ。曲がってるもんね。うん。やっぱライジングは頭が金なだけあってセンスあるね。お。だ、おい。しっかりしろよ。おい、じゃあるよ。ちょっと申し訳ないんだけど、多分僕の足元にも及ばないから。言うね。あのまずはね。うちの奥さんのちーちゃんと。あ、ちーちゃんと？でこれね、ちーちゃんに負けたら、ほんとやばいっすよ。おー、オッケー。ちーちゃんでしょ？そう。奥さんでしょ？まあ、負けたらっていうか、まず三太郎さんとちーちゃんが、はいはいはい、まあ、5分やって5分、僕とライジンが5分やります。はいはい。で、合計でどちらが多く取れたか。なるほど。です。で、もちろん数だけじゃなくて、異物がいっぱいあるやつはカウントしませんから、ね。あ、そこもちゃんと気をつけてやってください。オッケー。はい。さすがに俺もその、社長と差しでやったらやばいから、とりあえずこの初戦で、俺がだいぶもう、そうだからここで50の差をつけとけば、ここで40の差ができても勝てるってこと。ダブルスコアやってありますから。そうそうそう、お話しなさい。女子供にはめっぽう強いですからね俺。お話しなさい。最低やったるけんな。ただの最低。よし、そしたらまずはちーちゃんと。よっしゃ、絶対勝てよ。オッケー、はい、よし。目標何個っすか。2秒で1個やから2000。オッケー、オッケー、2000、オッケー。初めてだと思うから緊張しないでこれ、ね。2000個？
あ、2005っす。2005、2005お願いします。1秒で7。ちょっと間違えたかも。いきますよ。はい。よーい、スタート。おじゃ。お、三太郎いっぱいまとめてついてるやつを選ぶという。チョイスは、チョイスはいいですね。あの飛ばさないようにお願いしますね。いいかな。三太郎選手飛ばさないでくださいね、金メッキ。はいはいはい。大事ですからね、これ。都市鉱山。ちーちゃんも飛ばさないでください。これ飛ばして拾うのもこれ時間のロスですよ。邪魔すんなよ。なんか本当に。え、これ、これあってます。なんでそんな。僕に聞く。利用するな。利用するなよ。うんうん、それで。絶対そんなね、甘い言葉に引っかからないです、ね。二回切ったちーやん。うん。はい。ちーやんも結構するんですか、普段。いや、これ初めて。おー、しゃー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 。初めて同士ということで。それ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 。全然。おじいちゃんだって。さあ、あと2分弱ですよ。もう2分弱あと。下がろう、下がろう、横で女の子困ってるから。ちょっとやってもらって。硬すぎやろ。君たちは何をやってるんだよ。取られた。これ俺のにカウントされんやつ、もしかして。三太郎さん、その筋肉何なんですか。ちょっと待って、ちょっと待って。いいやん、これ木の方向違うやん。ねえよ。見たか今。作戦、作戦、ちいちゃんの作戦。何した何した。俺が取った。おい、ちょっと取るなって。えぇ、ちょ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 、ほんと待って、こっちこっちこっち、ちょちょちょ、トシコさん、トシコさん、おっしゃ、トシコさん、そっちじゃない、そっちじゃない、ここじゃない。大事にしてくださいよ、金を。俺が用意しとったの全部取ったの、この人。いや、本当に綺麗。え、これ。いや、ずるいってそれ聞くの。ちょっとお二人、あの、おーしゃ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 ー、何ですか。モサンナドさん1000個ぐらい行きました。モサンナドさん1000個ぐらい行きました。何やってんだ。めっちゃ落ちる。これは放送時間。あと何分、あと何分。あと1分40秒です。マジで。あの、差の分だけ座ってる。1999年。まあ、ちーちゃんはね、当然女性ですから握力はないにしても。さっき、俺が用意しとったの全部取ったの、あれはなんだ。めめしいこと言ってんじゃねえよ。あれはちょっとずるない。さあ、そろそろ三太郎選手は1500ぐらい行きましたかね。1500超えたぐらいですね、今ちょうど。はあ、なんでこんな残る。筋肉使って、筋肉。お、終了、終了です。マジか。まずちーちゃんがですね、あ、これ切れてないからこれがカウントできませんね。はい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 、これもこれも真ん中切れてないんですよね。これもカウントされません。これも切れてないです。これうちから取ったやつやろ。これもあの1回しか切ってないので、これうちから取ったやつやろ。これも1回しか切れてないのでカウントしません。これだけです。まあ、これだけ、はい、これだけ OK です。1個、1個やな、1個やな、おっしゃ、1個です。ちーちゃん1個でした。はい、それで三太郎さんなんですけど、ちょっと待って、2000個って言わなかった。 え、これ何個。2個って言いませんし、ちょっと待って、まあちゃんとできたけど4個。画面の前のみんな、嘘は絶対ダメ。ちょっとめっちゃ汗かいてるし。すごいんだこれ。
じゃあ明日スクワット1996回。朝だと寒んないよねやっぱり。よっしゃ、まあ、これチーム戦ですから、まあ、4倍で勝ってるわけですからね。4倍。いやここで三太郎さん本来めちゃくちゃ差をつけとかないとダメなんですよ。いやうちの金髪何だろうな、まあ、3個しか差つけてない。3個しか差がない。どういうつもりだろ。素のテンションガチ切れ。お前3個も差あってお前負けるんか。やったろよお前、やった、見せたら見せたろ。ミスリー決まってんだろ。おい、そうや、世界最強だろ。やったんかい。世界最強目指してんだ。こんなとこで負けてね、世界最強になれるわけないんだよ。そうや。よし、じゃあ15作れたら負けん。15をじゃクリアしたら負けない。15クリアしたら負けんと思う。これはね、何秒に1個作ったら。だから例えば15個だとしたら300秒やから20秒に1個だ。ああ、じゃあいける。絶対いける、絶対いける。三太郎さんがね、3個半でつけてるから、それをちょっと超えないとね、ねダメですよね。まあ15、10、まあ、行って20だから、17行ったら引き分けだった。頑張って17行くか。じゃあ5分、時計ここに置いちゃおう。うん、ちょっとチェックしよう。距離持ってれば。あ、ちょっとこれ前腕つきすぎだね。前腕つきすぎだね。よーい、スタート。あ、ゲゲゲゲゲゲゲ。いや、10秒かかってない、1個に。待って、すまん、計算が間違えた。落ちた。取られた。おい、おい、隼人金か、これは。めっちゃ上やん。爆発した。早すぎんだろ。あ、10秒1個だ。金星に行っちゃった。金星、さっき練習の時よかった。お、どうしたの。それは俺が拾う、バレんやん。サンタコさん、握力なの。え、握力女の子並みっすか。もう正直言うと握力は結構低い。もうランジの握力でもあるよな、お前。毎回花火出すなよ、お前。これ何個なんだよ。これなんかもう、はい、バラバラになってるぞ。おどうしまったんだ、思て。じゃあね。どうしまったんだ。特別ルールや、これは。お、サンタロウタさん。おさん。お、いいっすよ、サンタロウ。はい、来い。サンタロウ参戦。ちょっとこれはやばい、これは。マジ、俺がどんどん先切ってくから、あんなとこ来て。これ勉強するだもん、絶対。勝てるとしたら。調子どうですか。いや、もう、20度やったんだよ。大体100回。うまい。これはね、日本のプロレスラーはね、やっぱ鍋で辛くてめっちゃ困るからね。あ、ちなみに僕めっちゃクリアやってますからね。ちょっと待って。お客さん、これ、ね、お客さん、あ、こんにちは。大丈夫、何ですか、ご依頼は。クレームらしいですね。クレームパチンパチンうるさいって。あ、すいません、ちょっと小川社長のやっぱ音大きいじゃないですか、これ。え、いや、そっち切ってないですかね、ハサミ。ハサミ使ってくださいね。どうなってんだ。あ、ちょっと切るとこ間違えた。おいおい、マイナス1、切るとこ間違えたら。お、どうした筋肉。お、筋肉。よし、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 よし。困った時は筋肉使えよ。筋肉に全て解決するんだ。あ、そうや。この世の世界最強だろ。そう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 。この世の悩みは全て筋肉があれば解決する。あと10秒、もう1個仕上げるしかない。もう1個頑張れ、もう1個頑張れ。ちょっと、わからん。どう思ったの。ああ、くそ。いや、諦めてください。勝った勝った。めっちゃチートしようとしてるよ。よし、はい、よいしょ。それではちょっとゴミ散らかしすぎだね。え、ちゃんとゴミはね、これね、金もこれ散ってるから、これ
これ金端子これ。これ金飛ばしちゃダメですよ。金飛ばしちゃ。まあ、こういう風に金がついてるわけですよ。ランケーブルの先にはね。なるほど。そう。じゃあ数数えますよ。1。これほとんど取れちゃってる金メッキ。まあいいや。2。よくなんとかそうと思って。3。4。5。6。おお。これ切れてないね。7。8、9、10、11、12、待て待て待て、13、14、いやいやいやこれはダメですね。くそ、はい、ということで何個だったっけ。12ですね。12ですね。勝った勝った勝った。いかない時の希望を捨てない。いやもう相手は10かもしれない。そしたらもう勝ちやん。僕一人でやってますからね。はい、ちょっと待って。ですね。5、6、7、8、9、10、11、12、12、13、14、15、16、17、18、2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 8
綺麗に切れてる。おい！どうなってんだ。なんだこれは。その筋肉は見せ筋かな。なんかしやがったな。しょ。なんかここ来た時からずっと頭が痛いんだ。なんかガス炊いてんな。ちくしょう。まあまあ分かった分かった。分かった分かった。これはそうだ。我々の得意分野じゃないから。そうだそうだ。まあまだね、ここはあえてリバーズエコの舞台に来て、まあ、僅差で負けて。僅差で。惜しかった。本当に惜しかった。惜しかった。惜しかった。でも一番勝負はまあいきなり黒星スタートということですか、ゲームフルーツさん。あ、黒星という定義はないです。ただ結果の数がそちらが上なだけで、3本勝負終わった後に黒星、白星がスタートした。ただですよ、負けてる。そういうこと、そういうこと。ただ今は過程でございます。我々はそのプロレスラーだからエンターテイナー、最初に美味しいおもりさせて、まあ、ピンチがね、ファンをドキドキする。なるほど、なるほど。ちょっと待って、まあ、まあ一応結論は出しても、この試合の勝負。堂々と言ってる。堂々と。金っすね。はい、これが仕上がりの差ですよ。すげえな。なんだこの速さ。その照明隠すの。照明隠す。ちくしょう。まあ、でもこういう風に金がついているということをね、まあ、皆さんに知ってもらえたらそれで十分でございますので。このランケーブルはあれか、じゃあなんか家で使わないのを切ったら使える。あ、そうですね。この切った後のこのケーブルも中に銅が入ってるんで、銅のリサイクルができるんです。捨てるとこねえじゃん。そうなんですよ。だから捨てるとこ本当にないなくて。そう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 。これぐらい買ってるものは。まあそうですね。これはあのまあ、あの可燃ごみで 3倍で処理できますので。そうなんですよ。これこうやってね、金をね、取ることによってこれもチリツモですから。いやいや、すげえ、いやすげえ、すげえなんて思わねえ、すげえなんて。まあいいことしてんじゃねえか。いい仕事だ、リバーゼコ。まあな、第1本目は数がそっちがたまたま上だったっていうだけ。おお、第2試合臨もう。第2試合は僕何するか聞いてないんですけど、何するか。そっちのあれですね。それは会場に来た時のお楽しみ。会場に来た時に。あ、会場移動するんだ。当たり前だ。もうここでやったらな、もうなんかもうなんかすごい。電波とか出してるよ。電波で電波。バルさん足りてない。バルさん、バルさん、バルさん足りてない。バルさん来てからずっと肩痛いてる。三本勝負の2本目。次は愛媛プロレスが提案する勝負だ。楽しみにしてろ。ちょっと本音を聞きたいね。ちょっと感想をね。あったと思う。いや、これはね。いや、お前なんか練習の時スパスパ行きよったけど。いやいや、違う違う。どうした急に。違う違う、なんかあの、なんだろう、追われる感じか。いや、なんか俺らが追ってる。ギリギリ、明後日ギリギリでやっぱその金とか当たっちゃってグニャーってやってる。あ、わかる。そうそう、攻めすぎて金の端子のとこ切っちゃうとおかしくなっちゃう。あ、そういうことか。だからグニってなるんだ。そうそうそう。だからあのバラバラになってるのはそういうことか。そうですね、ハサミ入れる場所が最初狙いすぎてもじゃあ当たっちゃダメ。そうそう、あのもう本当にギリギリね。僕このペースで何十時間でできるんですよ。そうそうそう。だから単
あ、そうそう、もう今のペースずっと続くんで、僕あの、手痛くなったりしないから。化け物ですね。サトロンでこれ、やらしてもらったら楽ですよ。ちょっとでも、これはあれですか、なんかちょっとトレーニングしたいなと思ったら、もしもあったら。あ、全然もう、あの、これ面白いでしょ。面白いっていうより悔しい。え、例えばこれは、仮に1000個したとしたら、これを1000個集めたらそれはいくらぐらい？一応分析かけた結果、1キロで、7万ぐらい。え、1キロだ。あ、でも1キロだってこれ何グラムだ。相当軽いから。軽いですね。これ1個。まあでもあの金額というよりなんかこれやって金が取れたっていうなんかそのそっちがねなんか嬉しくないですか。だってね。確かに。だって今俺は金取ったもんな。確かに。金だもんね、あの、千尋の神隠しで。あ、金、これ、じゃあこれ、いこう。金だ、リトル、リトル、金だ。リトルやん、まんまやん。あ、緑じゃん。またくれ。金くれ、また金くれ。あー。今のはジブリ側から NG が出るんで、使いません。映像はすべて。本当ね。そうなんだな。これはね、すごい。いやでも思ったよりちょっと難しかった。めっちゃ難しい。その最初のカットはまあなんとかなれた。その後のこの金メッキとのケーブルの間ピンポイントに狙うの。ミスったら指飛ぶっていう怖い。怖い確かに。なるほどね。パスンパスン。普通のハサミとかだったら多分なんか普通のハサミで紙切るとかだったら迷いでめちゃくちゃできるけど。そうそうそう、ミスったら指飛ばしちゃいそうっていう。こんなちっちゃいやつだって、しかもこれ指でこうやって挟んでるから、あっつったらガキッつってきて怖すぎ。まあ包丁の千切りみたいな感じですよね。オッケー。いやまあ素晴らしい。2番前後さん貴重な経験を。いやありがとうございます。今日終わらそうと思ったけど終わんねえな。これ、これね、これ終わんねえ。そうなんですよ、これ結構ね長丁場。すごい。まあまた暇があったら。いやもうちょっともうあの握力も今日こっち来て。握力ってね、握力とか集中力も養えるので。確かに確かに。もうだってあの全然話せなかったですあの普通だったらね、くどいだろうとか。僕は動画どうやって編集しようかしか考えてなかった。うわぁ無心まあでも動画見てください。絶対僕の切ったやつ撮りましためっちゃ言うやん。だ3つか4つは撮って、でそれが全部使えてないっていうのめめしめめし。いずれにせよ全然数違う違う違う2005っつってた。2005だから。 2005? 2005でしょ。2005それで言うと、まあ、そのなんか自分の首絞めみたいだけど、やっぱり詐欺と一緒でさ、貯金なんかしてるやつが悪いんだよ。怖い怖い怖い。貯金してたらそれ取られるんだろ。まあ、せやなせやな。酔い越しの金は持たない。貯金なんかしたらダメだろ。あ、酔い越しの金だったのに。酔い越しの金、酔い越しの金を悪い女に俺取られたんやな。そう、そうダメなんだ。金持ってるといけないんだよ。まあ、OK、じゃあ第1試合これね。そうですね。じゃあ第2試合いきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。